AEW 世界女子王座次期挑戦者決定トーナメント2回戦シングルマッチ20分一本勝負。まずはじめに青コーナーより桜恵美選手の入場です。変わりまして、赤コーナーより坂田桐生選手の入場です。呼ばれて、飛び出て、ジャ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 AEW 世界女子王座次期挑戦者決定トーナメント2回戦シングルマッチ20分一本勝負。青コーナーエントリーカード坂田桐生優太一本勝負で千田門を破り準決勝進出東京女子プロレス坂崎優太です。青コーナーよーはいです。駿河メイ、そのアップルクリープ仕様の2人を引き連れて桜恵美、準決勝のリングへ。20分一本勝負で争われます。 AEW 女子王座次期挑戦者決定トーナメント20分一本勝負です。1回戦でベニーに衝撃のタイガードライバーで勝利した桜恵美、キャリアと経験に裏打ちされたテクニック、ガトームーブ一丸となってこのトーナメントを戦います。さあゴングです。女子王者の志田選手、はい、この戦いどう思いますか？難しい。志田選手がどれだけ策を練ってきてるのか見えないんですよね。全く何をしてくるのか、まあ、どんな引き出しを出してくるのかは全く分かりませんね。まあ、キャリアから言ったらもちろん桜選手が坂田選手を大きく上回っています。坂田選手の内容を追うモンゴリアンチョップ、いきなり荒々しく行きました。一気にアクセル踏んできましたね桜選手。はい、エアホイップ切り込み状態でダウン、坂崎優花です。これはもう一気にファイナリストへと駆け上がる気満々です。こうした逆水平ドロップキック、ここで反撃に出るか坂崎優花。ここは得意の
おー、素晴らしい。すごい。場外へのコンヒーロー。これはかなりリスキーな技ですよね。そうですね。あ、でも桜井美止まりませんよ。あ、619、まさかのエプロンでの619ですが、桜井美の表情が怖い。怖い。ちょっとやはり違いますね。うっすら笑みをたたえてる感じがしますね。狂気の桜井美です。これはとんでもない相手を目の前にしてしまったか。坂崎優香、ボディへタックル。おお、入れ替わり、リング内桜井美、坂崎、あ、まずいまずいまずい。なんとこの位置で桜井美70キロ。ああ、ダメダメダメ。なんていうことでしょう。セコンドの出雲優奈と駿河芽衣がストッピング。これはしかもリング上では桜井美がトミーレフリーのブラインドをついている。レフリー、ダメだよそういうの。やはりこれはプロレスリングガトーモーブ一丸となって、一丸となってこの AEW トーナメントを制しようというのか。うわっ、なになになに、ダブルアームバックブリーカーなんですが、それを応用してきました。このモードで来る桜井美に対して多分坂崎優香は全く予想していなかったと思われます。そうですね。まあ、技術と技術、気持ちと気持ちでぶつかり合うような、まあ、クリーンな戦いというものを多分想定してきたと思うんですよね。そもそも日本でこういう桜井美全く出してこないの、はい、大事な要素要素でした。私も多分2回ぐらいしか見たことないと思うんです。こういった一面も持っているというか、これが今の桜恵美なのかもしれません。はい、あ、これもロープを使っての反則攻撃。もちろんトミーレフリーのチェックが入ります。反則カウントは5まで。まあ、なりぐり構ってないというよりかは、やっぱりその奥底にしまっておいた桜恵美の本性が AEW のトーナメントでもう浮き彫りになっていると言ってもいいでしょう。そうです。勝つのは当然、桜恵美というのを見せつけたいというのをすごい感じますね。桜恵美個人と、そしてプロレスリングガトーブーブー団体を AEW に、そして世界に知らしめようとしています。ああ、セコンドエールを送っています。いや、これはもう実質3対1と言ってもいいでしょう。本当ですよね。さあ、この状態からロメロスペシャル、さらに横回転、すごい、ローリングロメロスペシャル。これはテクニックと力がなければこの技は成し遂げられません。いやー、坂崎ギブアップか、ギブアップか、ギブアップなのか。なんとか体をひねっていきますが逃れられない。うわ、ものすごい足の力です。驚きました。桜井美と坂崎優香は2019年3月、 AEW の破壊場所の大会でタッグを組んだ中ですが、もう多分坂崎の知ってる桜じゃないでしょう。ないですね。未知なる相手を目の前にしている。しかも準決勝の試合で、これはまずいことになりました。坂崎優香、坂崎選手のニックネームはエンジョイガールなんですが、これではとてもエンジョイできませんね。本当にちょっとでもセコンド手出せないですよね。しかも狡猾にしっかりとトミーレフリーの起用が効いていました。さあ、ここはブレンバスター、なんとかこの流れの中で逆、あ、腰か、ボディですね。先ほどのロメロスペシャルのダメージが残っている。かわす、どうする、坂崎バックエルボー、だがそれを弾き返す。なんという桜井美のこのタフネスさ。ダブルアーム、とにかくこの桜井美のダブルアームの体勢は怖いですよね。ダブルチキン、おー、リバース。なんとかこの状態、キキは脱出しましたが、桜井美の動きを止めることには成功しましたが、坂崎優香も動きません。さあ、今ゆっくりと立ち上がって反撃に向かいたいが、桜井美もう準備ができているか。いや、これは当たった、膝がヒット。さらにセカンドコーナー、ダイビングしてのバックエルボー。うわー、普通だ、
素晴らしいですね。さくらえみ選手はね、かなり投げにくい体型だと思うんですが、はい、カウンターでポッと取りました。その足をかけて、あ、近い近い、うん、ニアロープではありますが、あ、うまく足を畳みましたね。これは膝関節と足首を決めています。いや、でもちょっと待って、さくらえみの表情が痛みを感じながらも狂気が増しています。本当ですね。これに気づいているのか佐賀がというか、だが、さくらえみとしてもこのまま締め上げられればいずれギブアップをしてしまう。なんとか逃れなくてはいけません。目の前にロープがある、目の前にロープがあります。届かない、まだ届かない。あ、やっと坂崎が反撃に出ましたけどもね。本当ですね。止まらず、受け止まらず、いけ。ダメージの度合いはおそらく坂崎の方が上だと思いますが、東京女子プロレスのトップを1年以上張っていたこの坂崎、魔法少女キック、魔法少女キックです。カウントは2。おお、ロープ走りましたね。走りましたね。できるんだ。さすがのさくらも今の技には対応できなかった。さあ、ハンマーを決めてあげました。マジカルメリーゴーランドは決まらず、あっ、まずい、これドラゴンスリーパー危険です。ドラゴンスリーパーは危険です。これね、ベニー戦でもね、かなりの猛威を振るったさくらもドラゴンスリーパーです。ほぼ落ちてましたからね。落ちてましたね、あれはね。まずいまずい。そこから、うん、スピニングフェイスクラッシャー。さあ、さあ、ロックを奏でる、そしてリングではレッスルを奏でる、ウィングレッスル、ユー、リング上での桜えみ70キロ、そしてリバースクラッシュ。これは決まったか。カウント2。危ない。今桜えみ70キロ以上あると思われますので。ありますね。相当効いたと思いますよ。勢いがまたすごいですよね。でやっぱりね、表情を見ればわかるんですが、相当もう余裕というか、なんかこうペースはもうずっと高い。背中を引っかいています。背中を引っかいています。どんだけ反則するんだろう。これはサーミングです。視界を潰していく桜井美、もうなすべがないのか。エンジョイガール坂崎優香、反撃の糸口、ダイビングヒップドロップ、そこからコルバター。どうでしょう、志田選手、こういった機動力でスピードで対応していくしかないですかね。コンプリートショット。あ、でもいい、坂崎優香がいい表情をしてまいりました。自分を取り戻してきたか、うん、今怖い顔してました。相当さくら選手のダーティーファイトでね、ペースに乱されましたからね、はい、さあ決めにかかる。あ、これはさくら狡猾に読んでいました。まずい。あ、まただまただ、ダブルアームだ、ダブルアームだ。バックブリーカー。さっきは場外で、今回はリング内で、さくらにまたリバーススプラッシュに行くのか。リバース、あ、なんとひねっていった。先頭オンだ、今のは先頭オンです。あー、よっしゃー。シェイクトゥトゥトゥ、桜井に同じことをしてこないですよ。この攻めどころと見たらもう止まらずガンガン行くじゃないですか。志田選手がおっしゃったようにですね、まあ、読めないです。読めないですね。さあ、恐怖のダブルチキンリング、桜井に仕留めにかかるか。それを坂崎がもう一度トライする、うん、今度こそいけるか、今度こそいけるか。回した、マジックリーゴーランド、大技が炸裂。気合を入れ直す坂崎、ロープに飛んだ。あー、手ぶらドラコンヒーロー。風車式背骨よりまた背骨ですよ。そうですね、ずっと背骨。だが攻めた桜井にもダメージが残っています。最大のチャンスではあるのですが、桜井にゴールにも行けない、追撃も行けない。逆に坂崎優香にとっては、これは恵みとなったか。さあ、これどうなりますかね。どうなるか全然わからないですね。あ、でも
桜えびの表情がまたさらにパッと目を見開いて、どっちも負けてないですね。このテンションの桜に打撃戦を申し込んでくる。喉喉エルボー、ローリングエルボー。これは死闘になりました。これも志田選手、私が予想していた試合とは全く違うものになってます。私もです。もっとテクニカルな感じかと思ったら、わらった。何なんでそんな高笑いができるんだ。なんで、完全にちょっと桜井芽が別の世界に行ってしまいました。我々と同じ世界の住人ではないかもしれません。桜井芽かわして、そのままバックスライド、だが切り返して、これはフェイントだった。マッシュトラル、これをかわした。一回転、あー、アウンが決まった。動く動く、坂崎のスライディングラリアットかわして、だが止まらない、坂崎が止めた。ラリアットショートレンジのラリアット、カウント2。だが止まらない、今度は桜が止まらない。ラ・マヒストラル、そこからドラゴンスリーパーだ。ここからドラゴンスリーパーだ。1回戦のベニーを締め落としかけた。いや、もうむしろ落としていた。ドラゴンスリーパー、坂崎ピンチ、坂崎ピンチ。レフリーがチェックする、レフリーがチェックする。まだ耐えている。さあ決勝戦進出を決めた。おお、ニアロープでした。そうでした、ニアロープでした。よく気づきました坂崎。だが、桜がとどめを刺しに来る。か、まさかこの体勢。さあ、ナイスドライバー。おお、ロープ、ロープ、テイク。いや、桜は勝ったと思っている。桜は勝ったと思っている。いや、いや、決まったと思いました。なるほど、ブレイクかということか。精神的ショックを受けていませんよ。受けてないですね、これは。これは驚きました。一瞬勝ちを確信した桜恵美だが、ならばというところでさらにギアをアップする。ダブルアームの体勢、上げた。おお、タイガードライバー決まらず、スライディングラリアット、カウント2。さあ坂崎もギアを上げた、ギアを上げた。これはミルクラッチアウト。になりました。蜘蛛の子を散らすようにガトームーブ、リング下へ。試合には敗れながらも桜恵美の狂気はまだこの会場を包んでいます。思わず AEW 女子チャンピオンの志田光が坂崎優香を救出しました。その表情はまるで敗者のようですが、この準決勝勝って決勝戦進出は坂崎優香です。AEW 女子王座陣地挑戦者決定トーナメント最後のジャパン、1回戦駿河芽衣、そして2回戦桜恵美というプロレスリングガトリング勢見立て連覇して、水上亮選手の入場です。
コーナーより赤トング選手入場です。決勝20分1本勝負、水波亮対アジャコングの一戦です。まあどうしても志田選手はこの戦いアジャ選手の方に注目してしまうと思うんですが、そうですね、ということは志田選手のトミーレフリーが大ダメージを負ってしまいました。いい感じに勝ちが入っています。間違いなくパワーとパワー、重さと重さがぶつかり合うド迫力の一戦になることは間違いない。この準決勝です。ロックアップしていきました。まあ、志賀選手ははっきり言ってアジャ選手が勝ち上がると見ているわけですね。そうですね、アジャコングとのタイトルマッチを見据えている。ただ水波選手、はい、プロレスを前やめようと思ってたんですよ。引退しようと思ってたところを、はい、AEW に参戦したことで引退を取り消してまた AEW で戦いたいということで続行を決めたんですよ。2019年3月の AEW の旗揚げ大会ですね。そうです。そんなエピソードがあったんですよ。そうなんですよ、から気合は多分一番入ってる選手かなと。AEW という団体の存在が水波亮に現役続行を決意させたということは、はい、AEW に対する思いというものは水波選手の方が強いかもしれない。そうです。でさらにこのトーナメントを勝ち上がってアメリカ代表に勝って石田ひかりからベルトを取ればチャンピオンとして AEW に上がり続けることになるんですよ。そうなんです、はい、これは美味しい。水波亮となると何とかこのアジャコングを倒したい。行くぞと言っている。すごい倒した。さあこれはアジャコングとしては想定外だったか。動きが止まりました。やっぱアジャコング体重があるだけに倒されると自身に跳ね返ってくるダメージ相当なものになります。すいません謝っていますが、これは謝っているのはコーナーでの攻撃は反則になるからでしょう。そうですね、そうですね。でも反則は誤って済むものではありませんが、兄貴がやるとなぜか許せてしまいます。さあテンションが上がっている。あれをやるのか。やったやった、パワーチャージ、どんどんみなぎってくる水波亮のパワー。だが上がる。パワーを貯めるのにちょっと時間がかかりすぎてしまいました。みんな待ってください。来た、おう、割り返
返しました。アジャコングの見せ場を潰しました。なんてことだ、なんてことだ、これはちょっとあのプロレスの戦いであると同時に、なんていうんですかね、自己アピールのそんな戦いでもありますね。そうですね、さあこれは果敢に水波がボディスラムを狙ってますかね。これね、アジャ選手は100キロオーバーです。そう簡単に上げられるような体重ではありません。でも水波亮なら、兄貴ならなんとかしてくれ。なんとかならない、なんとかなりませんでした。ジャンピング、これはかわしていく。あんなの一発でももらったら、本当です本当です、致命傷ですよ。レッグドロップ、もう一発。日本での戦いでも水波亮、このアジャコングとは何度となく対戦をしています。アジャコング攻略法というものは頭の中に出来上がっているはずですが、おお、これは膝十字ですかね。それを狙っていますが、アジャもディフェンスしていきます。これアジャに対してサブミッションというのはいいかもしれませんね。いいと思います。やっぱり私は勝った時はずっと腕を狙ってました、はい、一点集中とピンポイントですね、うん、しかもやっぱり寝かせてしまえば体重差というものが、そうですね、本当にあまり関係がなくなります。しかもこの水波のテンションとパワーでサブミッションを決めれば、他の選手よりもかなり何倍もダメージが蓄積されてしまいます。さあこれは考えました。水波亮、いつものテンションだけではアジャコングにかなわないと見るや、クレバーな選択、クレバーな戦法を選択しました。これはがむしゃらにいきます。なりふり構っていません。水波選手はパワーはもちろんなんですけど、機動力もあるので、はい、そこを本当にこうどんどん動いていってほしいですね。あと私が思うのは、とんでもない精神力を持ってますよね。そうですね、ちょっとやそっとでは落ち込まないですからね。そう、常に自分の世界があるのが大きいですよね。スーパーポジティブ水波亮、それはアジャコングを目の前にしても変わりません。むしろアジャコングの方が弱々しく見えるぞ。ちょっとロープをアピールしています。なんとあのアジャコングがロープをアピールしている。見たことない。これはもしかするとアジャコング相当ピンチか。まあやはりね、100キロを超える体重を支えている膝、あそこを狙うというのは対アジャコング攻略においては、あおだがハリケーンとバット、打撃の威力は全く衰えていません。これは危険です。もしかするとおうまい、膝裏にラリアットです。これは水波集中してますね。作戦も考えてきてます。この準決勝に向けてね、対アジャコングをかなり研究してきたのでしょう。余裕の表情でこのリングに向かっていたアジャコングですが、今の表情からはその余裕は感じられません。さあ水波にとってはチャンスになった、このアジャコング越えを果たし、 AEW の女子王座次期挑戦者決定トーナメント。ああアジャが走れない、走れない。これはもしかするとトニー・レフリー、これ場合によってはレフリーチェックでレフリーストップということもありえますよ。ありえますね、ありえます。アジャコングの膝は危険な状態なのか。あだが水波がアジャアジャと言いながら立ってこいと促す。レフリーさあ、猪突猛進の水波亮、それがあだとなってしまいました。場外戦です。これでアジャはちょっとインターバルを取れるか。いや、行きますね。うわ、膝のダメージの回復を見ながら場外で水波を攻めていきます。うわ、本部席、これ場外カウントが10なので、そうですね、 AEW ルールは場外カウントが10までです。はい、これはね、普段日本のリングでやっぱ20カウントに慣れてる選手は気をつけなければいけません。これあの20分時間で引き分けの場合は両者失格になりますし、もちろん両者カウントダウンは両者失格ですよね。はい、あ、戻っていきました。ここはまだ冷静さを残していますアジャコングです。だが相当この左膝はきつそうです。まあ、アジャ選手はかなり打撃も得意ですから、はい、あん、
ちょっとちょっとちょっとそれはダメ。これはレフリーの前で使ったらさすがに。それはダメです。はい、オズアカデミーとは違いますからね。AEW のルールは厳格です、はい、レフリーの目の前で反則行為をしたら即反則負けになります。さすがのアジャコングも一斗缶攻撃は諦めた模様です。水溜り量にとっては九死に一生得たかが一斗缶よりも恐ろしいものが出てしまいました。アジャコングのバックドロップ。まずいまずい、まだ来るぞまだ来るぞ、もう一発。水波の体がとんでもない角度でマットに突き刺さった。カウント2です。でも危ないですね。これはまずいですね。すごい、バックドロップ2発で戦況をひっくり返しました。アジャコング、あ、裏剣、裏剣狙っている。もう裏剣を食らったらもう即終わりですか。世界を制したこのアジャコングの、まずいまずいまずい、裏ガードだが吹っ飛ばされた水波。今つま先が水落ちに入ったんじゃないでしょうか。だが水波は大竹が気迫だけではどうにもならないこともあります。このアジャコングの蹴り、あ、でも膝殺しが、膝殺しがいつものアジャの蹴りのダメージはないのかもしれない。掴んだ、これはミスったぞアジャコング。今この時間帯でドラゴンスクリューはまずかった。だが水波選手もかなりダメージを負っています。あーでも見据えている、その目はアジャを見据えている。串刺しラリアットロープにはさらに飛びついてのギロチンドロップ。あ、さあ一軸に行く、肩固め、ここからローリングできるか、 リング中央に持っていくことができるか、重いアジャコング。このままだとニアロープです、このままだとニアロープです。決めることができるか、お、いけるか、アジャ落ちたか。トミーレオリーがチェックしている。なんとアジャコングは失神か、失神か。いやまだ動いてる、まだ動いてる。これでもリアクションしないと、動かないとレフリーストップもありますよ。ありますね、あ、チェックしてますね。チェック、トミーレオリーがチェックしてる。さあここで決めたい、渾身の力を込めて、渾身の力を込めて進んでる。さあ水波決勝戦進出か、決勝。おお、ブレイクだ。やっぱ意識ありましたね、まだありましたね、アジャ選手に。あーでもいいテンションが戻ってきた、すごいすごい、水波のようにテンションが戻ってきた。肉体的にも気持ち的にももう一度奮い立たせて、この強敵アジャコングを倒すことができるのか。エルボーワンツー、左右で振ってくる。そしてエルボーだが、アジャは倒れない。おお、デイデキラリアットを相手して完璧、完璧からヘッドバット、ラリアットショートレンジ。アジャはまだ倒れない、まだ倒れない。どうする水波、ラリアット、アジャは倒れない。不当のアジャコング、あカウンターで打ってきたアジャコング。でもこれ、この向きになってますね。すごい、意地と意地だ。肉体へのダメージは半端ありません。だがアジャコングが下がった、アジャコングが下がった。水波がいく、アジャ、アジャか。おお、カウント2、カウントは2です。恐ろしい、もうダメかと思ったアジャコングでしたが、まだ全然パワー残ってましたよ。しかもこの状態でアジャコンが先に立ち上がります。水波選手いけると思ったんですけどもね、いいテンションでしたけどね、あっという間にもう登り切ったと思ったら、アジャコングの頂上はまだ遥かその上にあった。おダイビングエルボードロップはなんとか阻止しました。スピア倒した、もうこのチャンスは逃せません。水
津波亮、ニュートラルコーナートップ、高さを利用する。アジャコングはまだ大の字、決めるか、決めるか、決め、ダイビングレッグアラップ。うわー、嘘。今のが決まらない。嘘。水波選手にとってもかなりのフィニッシュ率を誇る技ですよね。あれを返されてしまいました。どうする、どうする。水波、アジャは動きません、アジャは動きません。最大のチャンスが巡ってきた。このアジャコングを倒せば日本トーナメント決勝戦に駒を進めます。だがアジャコングとしてもあそこまでチャンピオン、さあ裏剣、裏剣飛び出した。だが打ったアジャもダウンです。最後の力を振り絞った一発だったのか。アジャコングとしてもチャンピオンシダヒカルをあそこまで挑発した以上は何が何でも決勝戦に行かなくてはいけません。何が何でも太平洋を渡らなくてはいけません。厳しい、裏剣が、裏剣がカバーを選択した。カウントツー。ちょっと今時間かかったのが水波にとっては助かりましたね。本当に、ただもう本当脳が揺れてしまうので、裏剣はちょっとこの先大丈夫かな。ちょっともう水波の目の焦点が定まっていないかもしれませんし、あー、場外場外場外、あー、ちょっと立っていられません。水波が立っていられません。だがアンジャもこれは相当ダメージを負っています。この場外、場外ですね。何を狙ってくるのか。アジャコングが弱々しいなんてとんでもない。さあ場外カウントは10。ここでここでもう場外無法地帯と化している。ミッドカーを模してくる。なんだなんだなんだ。アジャコングが近づいてくる。危ない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 危